ダブルハーベストっていう本ね、ご覧になった方も多いと思うんですけども、堀田さんと、スカラ小原さんが、ちょっと書いておられるみたいなものでして、僕も、すぐ読ませていただいて、かつ、堀田さんのセミナーにいくつか、参加して、させていただいて、お話をしましたんで、まあ、今日もそんな話も含めて、いろいろお話できるかと思いますので、よろしくお願いします。ということで、ダブルハーベストという本を書きました、著者の堀田です。よろしくお願いします。私自身は人工知能の専門家でして、で、2008年に、ニューラルネットワークで、PhD を取るぐらい、まあ、技術者なんですけれども、まあ、今は、AI をどうやって戦略的に使うかっていうところに関して、いろんな、日本中で、まあ、AI をこう、ちゃんと使ったデジタル化っていうのを、促進できていくといいなっていうふうに、考えておりますと。で、まあ、メインのメッセージなんですけれども、AI を利用する。で、特にコスト削減みたいな、なんかそういう文脈で、AI を利用するということと、AI をテコに市場で勝つということは、まあ随分違う話だよっていうことが、まあこの本の、まあメインのメッセージの一個になっていますと。まあ本の中に書いてない、事例をいくつか挙げていきたいんですけれども、まあ一つその、まあ面白い事例ですね。ちょっとマーケティングに半分ぐらい入るかもしれないんですけど、クリアメタルっていう米国の会社があって、例えば、あと1時間であなたの小包が届きますみたいなことをちゃんとトラッキングして、で、例えば e コマースとかにこう API で取り込んでもらうみたいな、なんかそんなことをやってる会社ですと。まあそのために、例えば IDOT とかたくさん仕込んで、例えばこうトラックの運転手が渋滞に巻き込まれているなんていうことがあったら、その渋滞情報からこう逆算すると、どれぐらい時間かかりそうかっていうのが分かってくるんで、まあそういうのをちゃんとこうユーザーに対してリアルタイムに、フィードバックしていくっていう、まあそんなことをやっていて、で、彼らっていうのが、まあ何をやってるかっていうと、その、まあサプライチェーンデータをこうガンガン貯めていってリアルタイムに学習すると、まあルートを最適化できたりとか、あとなんかこう配達失敗っていうのはこれなんかこの人多分いないと思うよみたいなってあるじゃないですか。なんかこの人働いてることが分かっているので、おそらく4時に届けたところでいないと思うよっていうのにちゃんとアラートが出せるとか。で、そういうのをこう各関係者にこうフィードバックすることで、業務をこう最適化するっていう、なんかそんな、ハーベストループを持ってたりとかするっていう、まあこういう企業があります。で、こういうこうループをいろんな事業の中で、組み込んでいければ、それは、かなりのこう大きな強みになっていくというのが、まあ今日の趣旨でして、まあこの辺、AI って、なんか、すごく小さい枠に入ると、なんか何でもかんでもこう自動化しなきゃいけないっていうような、考えになるんですけれども、実際のところ AI が使われているケースのほとんどが、ヒューマン・イン・ザ・ループという形になっています。で、これ何かっていうと、まあ、人間と AI が共存して働くっていう感じですね。で、もうちょっと具体的に言うと、人間何するかっていうと、人間はただ作業するんですよ。なんだけど、人間の作業のうちのいくつかは AI が勝手にやってくれてるっていう状態になります。AI にクリエイティブを作るアシストを頼むっていうことだとすげえ、なんかメイクセンスするんだけれども、AI にクリエイティブを作れっていうと、なんかすごく質が低い。っていうのをちゃんと共存っていうことを前提に、生きていくっていうのが、まあすごく大事ですよっていうのが、まあ Human in the Loop の基本的な概念になります。実はですね、最近のテクノロジーの発展によって、OCR みたいな、なんかそういうんだけじゃなくて、例えばこう、法的な文書とか、会計的な文書とか、まあ、なんか医学的知識とか、まあ、こういうこう、結構高度な内容でも、まあ、自然言語処理によって、まあ、かなり学習できるっていうことが分かっていて、まあ、これ希少人材ゆえに、まあ、この人たちと工数が下がるっていうのはめちゃくちゃでっかいインパクトがあるんで、まあ、こういうところで、まあ、より一層伸びていく分野っていうのが、まあ、たくさんのセグメントでありそうだなというふうに思っております。で、あと、まあ、もう一個、面白い事例っていうのが、まあ、ユーザーインザループっていうもので、まあ、ヒューマンインザループっていうのは、まあ、我々の、なんか近くにいる作業者が、AI に対してフィードバックを出すんですけど、これ、直接ユーザー、エンドユーザーからフィードバックを取っちゃうっていう、面白いやり方でして、これ、Google 翻訳なんですけれどもね。まあ、おそらく広告の最適化とかも結構近いところあるのかなと思うんですけれども、CTR が高いものの露出をどんどん増やしていくっていう制御とかってやっていくと思うんですよね。CTR の予測によって、リアルタイムビディングというか、まあまあ、こんなもんなんか、6、7年前とかの議論ですけれども、ある意味、
結構先進的な考え方で、で、広告業界によって結構、古い考え方でもあるというような、ものになっています。人工知能に使い道5つっていうのは、この5つですっていうふうにご紹介をしていますと。で、1つは売上を増大する効果があります。で、次にコスト削減ですね。まあ、これはなんか言わずもがななんですけれども、まあ、無人コンビニになったら人件費下がるよねって話ですよね。で、三つ目、まあ、まさにフィンテックっぽい話だったりするんですけれども、リスクとか損失の予測です。で、四つ目が UX 向上です。不安をこう解消してくれるために UX が向上されていて、それが例えばこうコンバージョンとかにつながったりするんですけど、まあ、こういう、ちょっとやりすぎなぐらいすごいカスタマーサポート、カスタマーサクセスっていうのは、実は中国では当たり前の UX になってたりするんですね。で、最後は R&D っていうのはですね、これ例えばコロナのワクチンとかもまさに R&D の、加速っていうのをこう AI のシミュレーション環境によってできてるんで、それが、すごく生きてきて、すごく早く作れるっていう状態になったというようなことが言われて、マーケティングと AI。で、やっぱり、まあ、マーケティングといえばコトラー先生だなっていうふうに僕は思っていて、で、コトラー先生の一番最新の本、マーケティング 5.0 っていう本にも、まあ、いろいろこう書かれていて、で、これってやっぱテクノロジーがすごく大事だよねっていうような話が、多くあるのかなと思ってるんですけど、まあ、この本の中に書いてあるのが、まあ、この5つになっています。なんか一番大きなテーマはデータドリブンマーケティングですよねっていうことが書いてありますと。だからやっぱ効果測定大事だよねって、まあ、インターネット、なんか時代においてどんどんこう当たり前になってきてるっていうのがネット上では起きてましたと。なので、CM の効果っていうのはよくわからないけれども、少なくてもインターネットの広告を出せば、その広告に対してどれぐらいの効果があったかっていうのをコンバージョン測定とか、データドリブンでマーケティングするっていうのが当たり前の時代になってくるよねっていうことを、まあずっと多分インターネット上で言われてたんですけど、マーケティング 5.0 の中で、これが、リアル世界までもう含んでいきますよってことですね。で、二つ目、プレディクティブマーケティング。で、これ何かっていうと、こう予測をするということですね。まあ予測って何かっていうと、データドリブンマーケティングだけやるとですね、例えば CTR ガンガン上げていこうと思って、最初、0.7% ぐらいから始めて、で、なんか 1.9% ぐらいでなんかちょっともう、これ限界値が訪れてるんだみたいなことになった時に、なんかそっからこう、過去のデータが使える時間って決まってるんで、なかなか過去のデータだけで全部勝ち抜くって難しいっていうことがあって、で、そこにやっぱ大事になってくるのが、こう、プレディクションですよね。予測をする。なんで、未来予測をやっぱファクターとして入れていくっていうのはやっぱ AI でしかできなくて、なかなかこう、データ解析そのものだと難しいっていうところがあるんですけれども、まあそういうのがこうできるようになると、多分なんか、今、こういうトレンドなので、なんかこんな価値もこう訴求してみたらいいんじゃないかみたいなことが、例えばこうツイッタークロールしながらなんか見えてきたりとかすると、新しい価値軸をこう、作ったりとかしていけるっていうのもあります。で、三つ目のコンテクスチャルっていうのは何かっていうと、それぞれのやっぱ文脈に合わせるっていうことですよね。なんかネットを回遊しながらコンテクストがなんか、逐次的に生成されるっていう時代になってるわけで、で、そこに合わせて、ちゃんとなんか、こう、コンテクストを作り、コンテクストに合った商品を投下する。そして売れる。みたいなことをこうやっていく。のが、まあ、マーケティングの種類になってくる。で、その意味で、例えば、こう、ハッシュタグをうまく工夫するとかっていうのも、まさにこう、コンテクシャルマーケティングの中に入ってくるのかなと思うんですけれども。で、まあ、5つ目はですね、もうちょっと手法的な話なんですけれども、オーギメンテッドマーケティングっていうのは、まあ、まさにヒューマンインザループですね。で、こう、人間がやってるマーケティングを拡張するために、AI を使うみたいなとか、データを使うみたいなことが、できると面白いと。で、最後の、まあ、アジャイルマーケティングっていうのは、これまあ、データドリブンと同じような話なんですけど、やっぱり、マーケティングのやり方をこう、ウォーターフォールで決めるっていうか、マーケティングシナリオをガチッと決めて、それを、しっかりとやるっていうよりも、何が起きるかっていうのは、ちゃんと市場の動向とか、トレンドとか全部ウォッチしながら、データを見て、ちょっとでもなんかやっぱ違うなと思ったら改善案を探していくっていうのを、なんか蓄積的にイテレーションループを回していきましょうっていう話。で、まあ、ハーベストループのオチは簡単で、この2から5番までの、これを可能にするためにデータを貯めていけばいいっていうことが、まあ、今日の、答えになってきますと。カスタマーエクスペリエンスが全てですよっていうのが、まあ、コトラ先生の今回の本の結構大きな趣旨の一個かなっていうふうに思っていて、結局のところ、なんかユーザー設定の一番最初がマーケティングになってくるわけなので、その人が、こういう理由で、この商品を買いましたとか、このサービスに入会しました、みたいなことがあったときに、なんかそっから、
いろんな AI を持ってどんどん解析できるようにしていく必要があるよねっていうことで、やっぱまあ AI が、まあ中心的な、まあ AI が例えばこうデータを取るわけですよ。まあとにかくあのカスタマーエクスペリエンス全体を、テクノロジーによってカバーしていくっていうことをやっていくのがマーケティングですっていうのが、まあ、ソサエティ 5.0 の結構ポイントの一個なのかなっていうふうに思っています。まあ、山口周さんの、役に立つより意味があるっていう、まあ、このキーワードが結構面白いなと思って、いろんなとこで、お話ししてるんですけれども、マーケティングに限らず、まあ、ビジネスの中において、今まで、もうちょっと機能価値によっていたというか、役に立つものっていうのはですね、わかりやすく価値を感じてもらいやすいんですけど、安くなるし、競合優位性って結構、なんか保ちにくいんですよね。で、一方で意味があるものっていうのは、入り口理解されないんですよね。実はなんかこんな商品もあって、こんな商品もあって、これってこういう思いで作りました、みたいなストーリーがあって、で、そのストーリーが乗ってくることによって、なんか役に立つものだと思って買ってたのが、実はなんか意味がある。で、まあ3フェーズで考えるといいのかなと思っていて、もとにかく一番最初分かりやすく役に立つっていうところがあって、前提となる価値観が変化する。で、そうするとですね、意味を感じられるようになると。ここが大事なところで、まあ僕は実はだから USP と UVP って言葉を明確に分けていてですね、UVP っていうのは意味のことですと。この、なんか意味がある世界観においては。なんだけれども、USP っていうのは、まあ分かりやすく役に立つってことがまあまず大事なわけですよね。ということでこの3フェーズを考えたときに、まあ USP と UVP っていうのはちょっと変わってきますよっていうことで、まあ潜在顧客の世界観が USP で、まあファンの世界観というのが UVP だったとしたときに、この USP から UVP にこう移動するっていうところを、きちっと捉えるっていうのが、実はこうデータ戦略がのにとってすごく大事になりますと。なので、両方定義していくわけです。USP を定義して、どうやってマーケティングしていきますか？これは広告の世界観の話で、まあ、要はファンっていうのは何に価値を感じてるかっていうのは、これは実は、まあ、それぞれの商品っていうか、それぞれのサービスとかにおいて、別々にちゃんと定義していく。で、この UVP に移動したかどうかをちゃんとデータを取って、カスタマージャーニーを拾っていって、これをちゃんとアナリティクスで分析していきましょうっていうことがすごく大事なのが1個。で、それから、まあ、UVP の世界観に入っちゃった人がですね、まあ、とにかくすごいからってみたいなことをやったときに、この口コミ自体がちゃんと聞いてるかっていうのは、まあ、これはソーシャルリスニングみたいなことをやっていくわけですよね。っていう、なんかこの USP と UVP っていうのが、実はなんか別々なもので、で、僕らがマーケティングしなきゃいけないのは、USP 側で広げるってもそうなんだけど、実は UVP っていうのが、まあ、どういうふうにマネージされてますかっていうことを、きちっと捉えていくっていうのが大事ですよ。特に、コトラーのマーケティング 5.0 の世界観においては、まあ、大事なコンセプトの一個っていうか、まあ、僕が独自解釈してるんですけれども、なんか結構重要なのかなっていうふうに思っています。で、まあ、事業パーパスって何かっていうと、この UVP がですね、こう突き抜けた先の世界観のことを実は言ってまして、で、なんかもうちょっと言うとですね、それを極めると思考っていうのを僕は実はいろんなところで言ってるんですけれども、とにかく安いっていう、こう、低価格化のブランドを作っていくっていうのが、まあ、なんか高いっていう問題に対する解決になるんですけど、まあ、それをこう極めていく。つまり、こう、なんか時間軸を、こう無限に飛ばしたときに、こう UVP がどんどん高まっていくとどうなるかっていうと、例えばすごく高いと思っていたものがもうめちゃくちゃ安くてとんでもないというような世界観を作っていくわけですよね。で、だから、じゃあ事業パーパスの作り方って何かっていうと、顧問弁護士が500円で雇える世界を作るみたいなことを言うと、まあそれはこと UVP っぽくなっていって、まあただ今そこの500円までいかないんだけれども、なんだけれども今まで5万円ぐらいかかっていった作業であれば1万円ぐらいでできるようになりましたっていうと、まあそれはそれでめちゃくちゃ安いと。うん。で、安いっていうこと自体は機能価値なんだけれども、なんかあなた本当は不安じゃないですかと。でも1万円払うだけで顧問弁護士が手に入るんですよっていう、なんかそういう言い方をしたらもしかしたら安心感みたいな感情価値につながっていくかもしれない。まあそんなこう使い方をしていくわけです。ポイントとしては、結局やっぱマーケティング 5.0 に書いてあるような話の中なんですけど、まあ、UVP と USP っていうのは多分違うものになるから、まあそこのこうジャーニー、カスタマージャーニーを全部こうデータでトラッキングしていきましょうっていう感じになると思うんですけど、ハーベストループの考え方っていうのは、こう、データの狩猟時代からデータの濃厚時代へっていうふうに、歌っていて、これ何かっていうと、今あるデータからカスタマーインサイトを出しましょうみたいなやつが、データの狩猟時代だとすると、だから今後こういうデータを取っていけば、どんどんユーザーのインサイトが溜まっていくんじゃないのっていうふうに、仮説を立ててループを回していくっていう、なんか、まあ、仕掛けを作るって感じですね。これ本に書いてない、
事例なんですけれども、LTV を最大化するようなルートっていうのをちょっと考えたときにですね、まあ、ちょっとまず下がちょっとメインなんですけれども、コミュニケーションデータ、どんなサービスかっていうと、なんかこう、e コマースで何かを売ってるっていうふうに考えてください。で、e コマースをやるときに、チャットで、こんなの欲しいんですけどっていうふうに、こうなんか店員さんに話しかけるみたいなことができるような e コマースだというふうに思っていただきたいんですけれども、こうチャットデータというのが溜まっていくんですけれども、何があるかっていうと、なんかこうショップ店員さん、バーチャルショップ店員さんですね。で、ボットでいいと思うんですけど、ボットとこう、なんかユーザーが会話してる。で、会話の中で、この人ってこういうふうにコミュニケーションされると、なんか喜ぶタイプなんだなとか、似合いますねって言われてちょっと嬉しいタイプなのか、なんかいろんなのをこう慎重に検討したいタイプなのかとか、多分、顧客別にコミュニケーションのタイプとか、まあユーザーの需要のタイプとか結構違うじゃないですか。とか、まあインタラクションのデータからこう全部予測していって、多分この人ってこんな声かけてほしいんじゃないのとかっていうのをこう予測してですね。で、こういうコミュニケーションを取っていくことによって、ユーザーは気持ちよくなるんで、LTV が最大化されていって、で、個別化されたニーズがサポートされていって、で、なんかこういうのでユーザーがどんどんハマっていくんで、もっとコミュニケーションデータが溜まり、この辺のエンジンが強化されますっていうような、まあそういうこう、なんかループを回すっていうのが、一個 e コマースの仕掛けとしては、まあ特に D2C とかで、使いやすいループの型なんですけれども、で、このハーベストループってどこら辺がマーケティングかっていうと、まさにこの辺ですよね。まあ、一回来た人に対してコミュニケーションをすごく丁寧にやることによって、まあ、コンバージョンするとか、まあ、一回コンバージョンした人をこう、二回も三回も、だからどんどん新しいものをこう、買ってもらって、しかも気持ちよく買ってもらうようにするみたいな、なんかそんなことがこう、できていくと書いているんですけれども、まあ、ちょっとまとめに入るんですが、一番最初ですね、実現したい事業パーパスみたいなものが まずあって、で、その中でまあ UVP と USP の定義をしていくってことをやりますと。で、これらを使える戦略ドライバーって何ですかっていう。で、まあすごく簡単に言うと、LTV を最大化するか、ユーザー接点を最大化するかとかになってくると思うんですけれども、まあこういう戦略ドライバーをちゃんと意識して、で、それをこう支えるような、ハーベストループのこうデータっていうのをこうちゃんと考え抜いて、で、それをこう実現する第一歩っていうのがプロジェクトをなんとかこう生み出して開始していくっていうのが、まあ、実際のプロセスになっていきます。ということで、今日は特に前半の方を、説明させていただいたんですけれども、一個一個こうバシバシとこうハマっていけばよくて、